どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回はですね、ドドン、ババからのモールブレイク OK ということで、やっぱりね、私クラン戦とかやってて、まあ、今回雑談などでね、もうなんかこう YouTube というか YouTube をバックグラウンドで再生できるアプリとかで見た方がいいかなとか思っちゃったりします。ですね、やっぱりクラン戦でウォールブレイカーの数を多く持っていきたいんですよ、個人的には。しかしやはりそのパーセントをね、もっと稼ぎたいだとか、あとはそのなんていうんですか、やっぱりその安定面で穴を開けられないとすごい厳しいんですよ。やっぱ穴開けが成功するとやはり星2っていうのが、安定度っていうのが増してくるんですけど、星2、こうね、穴開けが失敗してゴーレムが壁を殴ったりするとですね、まあきついと。で、私ね、最近ちょっとね、やばいんですよ、クラン戦ね、やばいっす、やばいっすね。ということで、もうひたすら練習しながらね、雑談していこうかなと思います。もうね、ほんと雑談です、どうでもいいっす、どうでもいいっす。じゃあ行きたいと思います。ちょっとね、でまずね、ちょ村検索して、やっぱりね、そのウィザードのタワーとか、そのウィズ島がこのレベルですと、ウォールブレイカーが一発耐えるんですよ。それが嫌なので、防衛施設がこのようにカンストしてますね。そのベース、このベースでちょっと練習していこうかなと思います。ほんと雑談なので、ほんとダメですよ、皆さん閉じてください、もうダメダメ。まずこういう角分けに関してはババがいらないんですよ。そうなんですよ、こういけますよね。しかしこのようにアチャ島が1で大砲1、アチャ島に3機にタゲ取られる場合、ババ1ウォールブレイカー2で行くんですね、行くんですね。しかしね、ここに施設ないんですよ、これ。これ施設ないんですよ。なので、ちょ余裕な感じなんですけど、だってこういう施設があるとき、すごいだるいっすよね。ここもババ1ウォールブレイカー、あ、3行っちゃった。でもここに、クロスボウにタゲ取られんのか、これ。なるほどね。いや、ほんと雑談だな、これ。超どうでもいいっすね。超どうでもいいんで、皆さん本当ダメっすよ、こんな動画見てちゃう。こういう時は大砲とアチャ島にタゲ取らせて123、え、そっちタゲ取んの？わかんねえ、ダメだ、ちょっと違うところで練習しよう。ここはね、さっきみたいな感じですけども、こういうところ無理だよな。逆にここは穴開けようとした場合に、ここですよ、ここね、ここ穴開けようとした場合、どうぞ、なんか逆にゴレ出してからのウォールブレイカーの方が安定するかもしれないですね。はい、実際のところどうだろう。ちょっとここ開ける、ここ開ける、タゲ取らせてウォールブレイカー、うん、オッケー。そうだな、でもちょっとここ開けたいな。ここはババ1でも、ここはババ3、ババ2、ウォールブレイカー4ぐらい流した方がいいんですね、多分。ここ出して、あー、あ、何、嘘、アーチャータワーの影で分かんなきゃだけど、ここ壁ないの、ここだからここタゲ取んないのね。だから、壁の真ん中タゲ取んなかったのか。なるほど、なるほど。ちょっとここはもう、ちょっと違うとこ行こう、違うとこ行こう。いやー、そうっすね。やっぱり、ここダメだな。やっぱりね、ほんとね、最近ね、穴開けがね、失敗するんですよ。こう、まあでも、クラン戦の場合、バネトラップとかがあるんですよ。なんで、そこも兼ね合いも含めて、これ違うな、ここ違うな。やっぱ練習していきたいんですけどね。やっぱりその、これからね、穴開けとかがやっぱ重要な世代になってくるわけで、世代といいますか。ここ行く、行っとく？ここ行くじゃん。こういうね、離れてるところはね、個人的にはゴレ出してからウォールブレイカーの方がいい気がするんですよね。ゴレ出しからのウォールブレイカー。じゃあやってみます？ここの場合、いや、そっと、これダメだな。ここダメ、ここダメ、ここダメ、ここダメ。これ誰が得すんだ、この動画。これ誰も得し、あ、やべ、ちょっとパソコン充電ないな。ちょっと待って。ねえ。さあ、ここ、ここもうね、もう最近ね、見ないっすよね、この配置。もうこの配置逆に、
2ヶ月前3ヶ月前4ヶ月前は天ぷら配置としてめっちゃあったんですけど、この配置も逆にもう見ないっすよね。もうクランタイゼンとかでも絶対見ない配置になってきましたね最近は。ここはね私得意ですよ。ここまあ確認して、でここも直で開けますね。でここもまあ直でまず開くと、はい。そしてここはね、ここは清々腕前、大砲とアチャ島にタゲ取らせてからのウォールブレイカー。ここはちょっと多めに出せばウィズ島に取られないんですよね。うわ出てきた、なんかマジかよ。そしてここがね、もうトミーさんで教わりましたから私、ここはねあのウォールブレイカー出してもウィズ島でやられるっていうことを知ってますか。おお知ってますからね。まあここの場合はゴレ出してからのボールブレイカーでいつもやってますね。そうなんですよね。ここはやっぱ得意というか、まあ得意ですね。ここはもう練習しなくていい気がする逆に。いや本当にクラン戦ダメなんですよ僕。私本当クラン戦ね、なんかボールブレイカー3箇所ボールブレイカーで開ければいいのに、でレゴ壁で相手が、まあ、最低6体でボールブレイカーで開くんですよ。そのところをね僕、私もう穴開けが怖くて、ウォールブレイカー15体ぐらい持ってくるんですよね。あ、ここ来た。あ、ここさっきと同じ陣ですね。さっきと同じ陣なんで、ちょっとここはスルーで。いや、ほんとにね。だ例えば、あと、こういう時に、うわ、ちょっと待ってね。大丈夫、取れてるね。こういう時に、ここを穴開けたい時、この大砲のこの先っぽに穴開けたい時、ウォールブレイカーちょっとずれる。あ、大丈夫だね。ここ開くんだ。普通に開くんだ。だからたまにここら辺タゲ取るんですよね。ずれると。しかし、ここは穴開くんですね。やっぱ、ちょい多めに出した方がいいな。いや、本当に誰が得すんだ、この動画。こういう。で、今ですね、こう開きましたけども、大砲が、今、このアーチャータワーら辺を向いてたんですよ、今、大砲が。だから、ここをこうしてしまうと、大砲こっち向いてますよね。で、ウォールブレイカーこっちから出す。あれどこ行くの？こうね、大砲の振り向きとかによって、バーバリアン出すか、ウォールブレイカー先に出すかっていうの変わってくるんですよ。っていうのもね、最近めんどくさいなと思ってきて、例えば何？大砲だったら、じゃあこっち最初向かしとく？あ、こっち向かしといて、ね、ここ穴開けるとします。落ちた、あ、穴がなった。ちょっと、まあね、こう穴開くとします。そうなんですよ。これね、大砲の振り向きによって、こうね、この振り向く時間が 0.6 秒ぐらいあるんですよ。これほら。ほら、撃つまでに。しかし、こっち向いた状態だと、普通にすぐ撃ってくるっていうね。いやー、そういうのも研究していかなくちゃいけないなって思ってくれたんだね。ね、もうね、もう誰が得するんだっていうね、もう8分喋ってますけど、なんも収穫ないよ、これ、本当に。誰も得しない。そうなんですよね。ああ、こういうところとかね。まあ、こういうところはいいな。個人的に練習したいのが、こういう施設があるところを練習したいんですよね。こう、しかも、ウィズ島があるときに、ウォールブレイカー一発だと、ウィズ島に、ウィズ島、あ、じゃ例えばこう一発やるとすると、ウィズ島一発でね、ウォールブレイカー死ぬんですよ。今、全然再現できなかったですけどね。なんで、こういうときは、ウィズ島の範囲に出しつつ、1、2。そうなんですよね。で、こういう時、この穴を開けたい時に、これどうするかなんですけど、あ、これむず！ババ出して、大砲もタゲ取らせないとダメだな、これ。大砲とタゲ取らして、よし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 。なるほどな、こういうことか。いや、ここ穴開け難易度超高くない？ここ。ウィズ島2個あって、ポキポキ、まあ、ポキポキよく言うな、これもう、このうちのラインは。ここはね、きつくない？だって、バーバリアンじゃ、ウィズ島のタゲと、あ、タゲが、ポキポキ。これ無理だ、ここ無理だな。ポキポキ。ねえ。BGM でポキポキ聞こえないかもしれないですけどね。今、ポキポキってめっちゃ大音量で鳴ってるっていう、ただそれだけです。じゃあ、ここ開ける、ここ。ここ開ける？で、ここは、でもこいつ工事中なんだよな。迫撃砲はそこまで気にしなくていいんで、ボキボキ !1 体でボル穴開きしようとすると、すぐバーバリアンが死んでるんですけど、開けられるんですね。ちょっと、
最近ちょっと上手くなってきましたね。これ攻められた敵なんだよねってなりますよね。うん、あと1回ぐらい練習しようかな。いや、ほんと誰も得しないな、この動画。ね。誰も得しない。やっぱこうね、私思ってきたんですよ。例えば、クイーン引いてあるじゃないですか。こう、クイーンにヒーラーをつけて、クイーンを歩かせるっていう戦術あるじゃないですか。それをね、こう、上手い人っていうのは、ブロンズリーグとか、シルバーリーグとかに行って、練習するらしいんですよ。その、アーチャークイーンの歩き方というか、バーチャークイーン射程があるので、その、射程見極めづらいじゃないですか。ここか倒したらここ行くのかなみたいな。そういうのを練習してるらしいんですよ。なんでちょっと私もほんとね、練習していかなくちゃなって思うんですよね。やっぱ穴開けがね、うまくいけば、すごいいいっすよ、絶対。こういう陣すごい見ますよね。こういう陣は、普通にもうすぐ開くんですよ。うん。うわー、出た。このベースすっごい見ますよね。タウンホール10で。クラン戦とか出てくると結構、これ攻め方覚えちゃえばいいんですけどね、実際。これどういう攻め方するんだろう、こういう時。おそらく、ここ穴開けするんですよ、まず。まず穴開け、ここはボール、あれ一応、ババ出して、2体やんだったら別に1体、ババ出さなくてよかったな。で、ここも一応穴開け、うん、個人的にね、ウォールブレイカー出すときに、1、2ってやるんですよね。例えば、ここ穴開けようとすると、1、2っていくと、バネトラップがある可能性があるんですよ。なので、ババ出して、1、ディディンみたいな。こういうことをよくやりますね。うん。どうでもいいね。どうでもいいっすね。で、こう、ここはまあ、普通に、ババ1、ウォールブレイカー。こんな感じですね。こう、1体先出して、後ろから2体を追従させるっていう感じですね。私、基本的には。こう、ボールブレーカー出して、でねん。やっぱカードにボールブレーカーある場合、非常に多いんで。で、こういう時は、テスラ、こう、今、あと一発でこの壁開くんですけど、この場合、テスラとかで焼き切られるんで、ババを出して、ここ。それから2体出す。うわ !2 体出してもダメなの。っていうか、バーバリアンじゃなくて、ボールブレーカーねえし。マジか。マジかよ。ちょっとこの金庫取ろう、この金庫取ろう。うら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 。うら。よし、逃げろ。よしよしよし。まあね、こんな感じでね、私もどんどん練習しなくちゃいけないなって思い始めてきました。ほんとね、全開取れる人かっこいいんすよ。ほんとね、こんな感じで私も練習したので、皆さんも練習してください。もうちょい雑談する？今12分 ?13 分喋ってますけど、私。しょうもな。これね、今ね、今のご時世というんですか？今、こう、たくさんね、面白い YouTuber さんとかいるわけですよ。その中で、ここまで13分、なんか15秒ぐらい見てるあなたはね、神です。神です。もうこんな動画を最後まで見てくれて本当にありがとうございます。そうですね。本当、あなたは神です。はい、神です。でね、ほんとね、もうちょっと雑談したいな。ここで終わるのなんか寂しいな。なんかボールブレイカーだけやって終わりですからね。まあ今のご時世で、で、その、やっぱアップデートかね、あるわけですよ。あ、下がっちゃったリーグ。まあアップデートかあるんですけどね。タウンホール11楽しみっすね。私は、結構よくいただく質問で、キヨキヨさん、タウンホール11にすぐあげるんですかって言われるんですけど、まあでも今やることないんですよね。今ヒーローをちょくちょく上げることと壁を上げることしかないので、施設とか増えるじゃないですか。それをやろうかなと思ってるんで、もうすぐ上げます。もうすぐ着工しますよ。ポチってね。そう、ポチって。こんな感じで着工いたします。そうっすね。あとは、キョウキョウさん、いつものあれ。いつものあれないんすかみたいなね。狂気の沙汰みたいのないんですかみたいに言われるんですけれども。いやー、おー、いやー。まあね。私の動画をチェックお願いいたします。いや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 。いやいや、まあね。やるとは言ってない。やるとは言ってないですけれども。私の動画をチェックお願いします。いやいやいや、やるとは言ってないですけど、チェックお願いします。ということで。ね。はい。これ。ツイキャスやりたくなってきた。
ツイキャスつけながらやればよかったかな、ワンチャン。ワンチャンありましたよね、それ。ツイキャス、もう咳がね、1ヶ月ぐらい続いてるんですよ。1日に12回ぐらい出るんですよね、咳が。で、動画撮ってると喋るじゃないですか。喋ると出るんですよね。喋ると出るんですよ。めっちゃずっと、だって、今、15分ずっと喋ってるわけですからね。なんで、ちょっと咳出ちゃう、あるあるなんですけどね。いやー。そして、まあね、年末近づいてまいりましてね、もう今12月入りましたよ。12月、どうすか皆さん。なんか、予定とかありますか？ありますか？なんかこうね、春パパ VS キヨキヨ第4回戦早くやんねえのとか言われるんですけど、4回戦 ?5 回戦どっちだ ?4 回戦ぐらいかな ?4 回戦か、次だから。ちょっとね、2015年。ガチマッチ。まあね、わかんないですよ。やりたいですけどね。ハルポーさんが忙しかったらできないんだと思うんで、ちょっとまあ宣戦布告しようかな、みたいな、ちょっと思ってます。あとは、なんすかね。あと最近ね、昨日、一昨日なんですけど、呼吸困難。それ違うな。私、iTunes カード買いに行ったんですよ。今、ね。エメラルド1800個ぐらいありますけど、 iTunes カード買いに行く途中、コンビニの道のりで歩いてたら背中がすごい痛くなったんですよ。背中の肩甲骨の下、肩甲骨5個分ぐらい下のところが痛くなって、わー痛いなーと思って歩きづらいなーと思ってたんですよ。そしたらこう歩いてると、まあちょっとこう息も吸うじゃないですか、もちろんね、私も人間なので吸うとすっげー痛いんですよ。背中の骨のあたりが。で、こう、吸うじゃないですか、吸う。で、吸うと、今、咳出てますけど、もう吸えないんですよ。吸おうとすると、背中の、もうなんか、わかんない、肩甲骨5個分、5個下分あたりのところが、痛いってなって、歩けないんですよね。歩けないっていうか、吸えないかったんですよ、息が。で、私、ツイッターで、なんかもう息をたくさん吸うと背中痛くなって大きく息吸えないですみたいな感じでツイートしたら、キヨキヨさん、肺に穴開いてますよ。キヨキヨさん、なんちゃらなんちゃら急性なんちゃら病気です、病ですよ。キヨキヨさん、肺気なんちゃらかんちゃらですよ。キヨキヨさん、嫁が医者なんですが、それ診断した方がいいですよ。いや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 と、いやいや、もうちょっと、知らない病名とかね。なんかもう、なんとか病とか、穴開いてますよとか、もう、開いてますよじゃないんだから、開いてますよみたいなね。もう、ダメ。逆に不安になったっていうね。待って、ちょ待って。今、17分50秒ぐらい？どういうことっすか？これ、誰が得すんすか、この動画。ね、私がただ単にババからのウォールブレイカーで壁開けてる姿と、私がなんかこう背中痛くなって息吸えなくなってなんか変な病名聞かされたっていう話と、もうダメだこりゃ。いつもはということでご視聴おろしょーとかね、ということでまあね、次回また会いましょうあらしょとか言ってますけど もう今回はね、ご視聴すいませんでした。チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。